video diary December the 8th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan ビデオ日誌2018年12月8日林博史です。こんにちは。今日は神の証明をしてみました。今ご覧いただいている動画がその動画ということになりますが、この動画を見ながら解説します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームと言われている絵ですが、これはセント・ジェロームではありません。セント・ジェロームを題材にした絵ですけども、ここに描かれているのはルネサンスの時代に現れたイエス・キリストということになります。その証拠の第一が、この人物は手に石を持っています。ヨハネの聖書ヨハネによればですね、第8章11節の1によればですね、神のみが石を持てるということですね。誰が石持って人を責めることができるだろうか。誰もできない、つまり神のみができるという意味ですね。で、2つ目の理由は、この絵の中に61という数字が隠し込んでありました。61です。今皆さんにご覧いただいているのが61です。この2つの理由によって、ここに描かれている人物はセント・ジェロームなる人物ではなくて、つまり神自身であるということになります。そしてこの絵をですね、1500年後のイエスの操り人形だったレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたことになっていますが、この絵自体を描いたのもやはりルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスということになります。そういう視点でこの絵をもう一度ご覧になってみてください。つまり神自身はこの絵を描きながらですね、題材はセント・ジェロームということにしておきなっていますけども、実際には私なんだよというメッセージをこの絵の中に隠し込んだということになります。この数字61がその証拠ということになります。左が、まあここではセント・ジェロームということにしておきます。そしてその人物にひげをつけてみます。ひげをつけてみると、その顔はレオナルド・ダ・ヴィンチ、私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の顔になります。ここが今日の一つのポイントですから、注意深くご覧ください。セント・ジェロームの顔にひげをつけてみると、その顔はそっくりそのまま私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の顔と一致します。右がその自画像ですね。で、比較してみると違いがないという点で、この両者は同じと判断します。で、こういう時は特に細かいところを照合します。順に照合していきます。広い口ですね。そして特に目に注意していただきたいと思います。目を拡大してみます。すると目の付け根にあるイボが一致しているのがわかります。注意深くご覧ください。イボが一致しています。他にも違う点がないという点で、この両者は同じと見ます。そして目の中には瞬膜まで描かれています。目尻のよ、まあ、感じですね。3本線が入っています。同じです。で、両者は同じと見るわけですが、すなわち私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像なるものは、実はレオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、人間芸術家ではなくて神自身の顔である、イコールまだね、レオナルド・ダ・ヴィンチは存在しなかったという証拠の一つになります。ともかくも左が神ですから、右も神ということになります。つまりこの自画像なるものは神自身の自画像であったということになります。で、さらに検証を続けます。もう一つ皆さんに証拠をお見せします。先ほどお見せしましたセント・ジェロームの絵です。まあ、セント・ジェロームということになっているわけですね。すなわち神です。61と、そして手に持つ石がその証拠ということになります。そしてダ・ヴィンチはこんな絵も描き残しています。ただ面と紹介されています。この顔ですね、
これはあの自画像ができた、あの先ほどのね老人の自画像ができた年よりも後に描かれた絵なんですよ。で、髪の毛の薄い髪の毛があることも一致しています。両者の間には薄い髪の毛があります。私はあの頭は全く髪の毛がないと思ってたんですけども、同じだということですね。そして左右を比較してみてください。ここが今日のやはり第2のポイントということになります。違いがないという点で両者は同じ人物と見ます。全く同じです。違いがないという点で、もっと言えば全く違いがないという点でこの両者は同じ人物ということになります。ここが重要ですから、もう一度皆さんしっかりと確認しておいてください。全く、まあ要するに違いがない、細かいところを見ていくと全く同じであるということですね。つまりこの両者は同じだということです。もちろん、まあおでこですね、そして顎の下も同じですね。まあ、全体像を見てざっと分かりますように、この両者は同じ人物だということは、まあ、皆さんにも分かっていただけると思います。イコールですね。そしてさらに、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はさらに別の2枚の絵を描き残しています。一般的には、一般にはですね、美術評論家の先生たちは、ただ、man、男として紹介しています。この右2つは、2人は全く同じだということは、今さら照合するまでもないと思います。注意深くご覧ください。こういう時も細かいところを見ます。目じゃない、口のね、あの上の上唇の傷などに注意してください。そしてもう1枚、同じ絵を描き残しています。バリエーションを変えていますけども、同一人物であることは一目瞭然、比較するまでもないということですね。つまり下の人物も面として紹介されてますけども、同じ人物だということです。やや傾きを変えているイコール、まあ、手で描いたのではなくて 2D のね、今でいうグラフィックソフトのようなものを使って描かれた絵だと私は判断しています。そしてその絵をもとに右下の私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家の自画像なるものが捏造されました。こうしてつなげてみると、一番左端とそして一番右端は同じ人物であることがわかります。で、ここでこの両者を簡単に比較してみます。左の面と言われている男、唇の上のですね、この傷です。同じだ、同じ、こういうところで比較するわけです。で、同じように比較してみると、やはり違いがないという点でこの両者は同じ人物であると判断できます。500年間誰もこの事実に気がつきませんでした。まあ、考えてみればこんな簡単な謎がどうして解けなかったのかということにもなるわけですけども、まあ、皆さん自身の目で歴史の今1ページをご覧になってください。目の様子も全く同じです。同じです、まあ、同じですとしか言いようがありませんね。絵の描き方同じです。つまり同じ 2D のグラフィックソフトを使って描かれた絵ということになります。もっと分かりやすく言えば、左の人物の顔に右のようなですね、ひげをつけたのが右の人物の顔ということになります。これらは皆神です。しかも先ほど言いましたように、左の絵の方が右の絵よりも後に描かれているんですよ。逆なんですよ。スケッチ画であり、また修作ではないということですね。つまりこうして両者が同じということがこれで証明されました。で、結論ということになりますけども、もう一度3人の顔を並べてみてください。左上が神です。その証明は冒頭でしました。そしてその人物と同じ人物とということで、右、そして下、そしてさらに右へとつながっていきます。すなわちここに描かれている5人は全て一人の人物、イエス・キリスト、すなわち1500年後のイエス・キリストということになります。ルネッサンスの時代に再臨して、そして私たち人間を指導した神、すなわちイエス・キリストということになります。イエス・キリストの再来ということになります。つまり私たちはこうして神の真の姿、真の顔を見ることができるようになりました。ここに描かれているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなどという人間の顔ではなくて、すなわち神イエス・キリストの顔ということになります。これが今日皆さんにお見せできる証拠と証明ということになります。
レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われている絵です。右がセント・ジェロームの絵と言われている絵です。そしてその間をつなぐのがアンドレア・デル・ベロッキョの描いたセント・ジェロームの絵です。アンドレア・デル・ベロッキョはダ・ヴィンチの師匠と言われています。そしてアンドレア・デル・ベロッキョの名前を、文字をバラバラにして並び替えたのがレオナルド・ダ・ヴィンチ。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前はアンドレア・デル・ベロッキョの名前のアナグラムということになります。それについては別のところで証明しましたので、またどうかご覧になってください。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。 Bye for now. John Chapter 8:11. Jesus went to the Mount of Olives.Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher!This woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down andwrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard itThey went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said,Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. イエスはこう言ったとされています。何時らのうち罪なき者石持て打てと。つまり石を持って人を責めることができるのは神イコールイエスだけということになります。その石をセント・ジェロームなる人物が持っているということは、この人物はセント・ジェロームではなくてイエス自身ということになります。広し林浜松シティジャパン。今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵です。このセント・ジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側、右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が今日のポイントはここではありません。あのパブロ・
ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセントジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を描いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますが、パブロ・ピカソもこれがセント・ジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセント・ジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私林氏がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまりパブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となると、このゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますように、このパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に書いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのはこの私林宏が最初です。となると、こうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくもここに描かれているセント・ジェロームなる人物は、つまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy.
No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders.